今日は国会開会日です。ただいまよりちょっとタイトルは長いです。金権腐敗政治の金権腐敗の自民党政治糾弾、軍拡増税反対、辺野古強制大執行、大執行高裁判決糾弾、武器殺傷、殺傷武器輸出はやめろ、改憲発議反対、暮らしを守る 1.26 国会開会日行動を始めさせていただきます。本日の司会を務めさせていただきます石山菜穂子です。よろしくお願いします。それではまず最初に主催者挨拶を、共同センターから小田川さん、よろしくお願いします。入管開館前にお集まりいただいた皆さん、本当にご苦労様です。今日のこの場での、主催者挨拶は共同代表憲法共同センターの小田川から行わせていただきます。で今日から6月23日までの150日間の会期で第213回通常国会始まりました。でこの国会に政府が提出しようとしているのは、昨年に比べても1兆円余り上積みして突出をさせた 7.9 兆円規模の軍事費を含む予算案。今日この集会の後、院内での集会が予定をされています特定秘密保護法を民間に拡大をするセキュリティクライアンス制度導入法案、有事の際には国が栽培作物を指定できる、こういったことなどを盛り込む農業基本法改定法案、有事に際して国が自治体に指示できる規定を盛り込む地方自治法改定法案などが予定をされています。6月の定額減税を盛り込む税制改定や、子育て財源支援のために健康保険料掛け金に支援の金融を上積みする法案などもありますけれども、一昨年12月16日に岸田内閣が閣議で決定をした安保3文書の具体化、戦争国家への転換を加速させようとしている、これがこの国会での岸田内閣の本音、予算や法案から見える姿ではないでしょうか。年明け早々に発生をした能登半島地震では、多くの犠牲者、多数の被災者生じています。お亡くなりになられた方々にの冥福をご冥福をお祈りするとともに、被災された皆さんにお見舞いを申し上げたいと思います。私は数千年単位の大規模地震といわれる能登半島地震に今国がどう対応するのか、これがこの国会での第一の課題だと考えます。予備費の積み増しなどという小手先の対応ではなくて、被災者救援、被災者被災地の復興最優先に予算を組み替える、制度を組み替えていくこと必要ではないでしょうか。その点で国民の過半以上が反対をする大阪万博の中止、自衛隊基地強靭化の名目で弾薬庫の建設や民間港湾、空港の軍事使用のための整備、あるいはトマホーク購入費など不要不急の軍拡予算を削って被災者支援、復興支援に充てるべきだと思います。東日本大震災の際に復興予算で自衛隊の庁舎修繕などを行った実績があるのですから、その逆をして当たり前ではないでしょうか。はっきりしているのは、政府には残念ながらその気がないということです。私たちが軍拡よりも被災者支援、万博よりも被災地の復興、この声を上げ続けないと岸田政権は変わりません。この国会、軍拡増税反対の戦いと結んで取り組み、さらに強めていこうではありませんか。岸田首相が幕引きを急いでいる課題、自民党の組織的で巨額な裏金作りの問題も大きな課題です。裏金をどうやって作ったのか、何に使ったのか、明らかにしてもらわなければ私たちの怒り収まりません。法に触れたのは政治資金規正法だけなのでしょうか。裏金を私的に使って脱税をしていたがいなかったのか、説明すべきはバックペイを受けた自民党議員一人一人です。口を拭うことも開く気のあることも絶対に許さない、声を広げましょう。裏金作りという違法行為の説明もしないままに、防止策も語らない議員が私たちの税金の使い方を決める
望まない負担を押し付ける我慢の限界に来ています。予算審議の前に裏金問題の徹底究明を、企業団体献金の禁止を、再発防止の具体策を求めるのは私たち主権者の権利であり、民主主義を取り戻すための義務だと思います。幸い裏金問題解明では野党の足並みも揃え始めています。腐敗臭の漂う自民党政治はもうごめん、自ら身を正す気のない岸田政権は退陣を、この声大きくしながら国会内での野党の追及の後押しをしてまいりましょう。それがこの通常国会通じた私たちの取り組みの課題であることを強調させていただいて、主催者の挨拶に変えます。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日は多くの国会議員の皆さんがお越しになっています。到着順でご紹介させていただきます。まず最初に社民党大椿裕子さん、よろしくお願いします。国会初日、この会館前にお集まりの皆さん、こんにちは。社民党を代表してご挨拶をさせていただきます。参議院議員の大椿裕子です。冒頭に元旦に起きました能登半島、そして新潟県、富山県にも影響が出ました。この地震に、当たり、お亡くなりになられた、方々にお悔やみを申し上げるとともに、そして、被災された方々、今も厳しい石川のあの寒さの中で、避難をされている方々がたくさんいらっしゃいます。お見舞いを申し上げるとともに、国会に身を置く一人として、この支援にしっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。私は家が大阪にあります。まずこの被災者支援のために、私たちがすぐさまできることって何か、万博やめることだと思うんですよ。多額のお金が、税金がつぎ込まれる万博、次々とボロが出てきています。もうこの能登半島地震のことが起こる前から、私たちはこの万博もう積んでます。今すぐやめるべきだという立場でしたが、この地震を受けてなおさら大阪・関西万博はやめるべきだ、中止すべきだということを皆さんに今日お伝えしたいと思っています。多額の税金と、そして資材、そして労働力がこの万博につぎ込まれることになります。それ今は被災地に集中すべきではないでしょうか。ズブズブの軟弱地盤のあの場所に、たった6ヶ月といえど万博を作ろうとしているのが大阪です。その後に作るのがカジノ。こんな無駄なものにお金を費やすのではなく、被災した方々、家を失い、そして地域の復興が叶うだろうか、高齢化で過疎化した地域にまた人が戻るだろうかという切実な思いを抱えているあの能登半島の方々の支援のために、私は大阪万博にかけるお金も、そして重機も資材も労働力も、全て集中支援に、被災者支援に集中すべきだということを皆さんに今日訴えさせていただきます。ぜひこの声、今回の国会でも皆さんとともに大きくしていきたいと思います。そして今回の国会、政治と金の問題、このことを追及する国会になるだろうと言われました。政治と金って言われると、社民党としてはおいちょっと待てよと、そこに含めてくれぬなという思いがあります。自民党と金の問題と、皆さんしっかりと言っていきましょう。社民党は本当にお一人お一人、そういった方々が少ないけどごめんやで、そんなこと言いながら私たちを支えてくれた政党です。団体企業からの献金などもない、そういう政党からしてみると、この問題は自民党と金の問題です。今自民党を離党したらチャラになるかと言わんばかりに、皆さん離党、岸田首相は離党を促しているというような発言もありました。そして、この会派じゃなくて何だったっけ、派閥の解消、このことを前面に出ていますけれども、そもそもなぜこんな問題が起きたのか、裏金問題、そのことが一切説明されないまま、派閥を解消する、または離党する、そして一部の人の首を切る、
これで全てキャラにしようと思っています。ナンセンス。これでこのことを皆さん許せるわけがありませんよね。どうか皆さん一切の説明を果たさずお茶を逃がして終わりにしようとしている今の自民党、自民党と金の問題、どうぞ私たちも国会の中で踏ん張ります。皆さんも声を上げ続けていただきたいというふうに思います。私は首を切られた非正規労働者として今の働き方をとにかく変えたいんだ、その思いでなんとか国会にやってくることができました。皆さんの応援の会あって活動の場をいただけた今、私は本当に働く人たちのためにこの議席を、そして社民党の取り組みに力を入れていきたいというふうに思っています。物価高の中生活が苦しいという実情は変わりません。そしてもうすぐ、今から春闘が始まります。皆さん賃上げ賃上げと言っています。でも賃金上げるのは岸田首相じゃないんですよ。働く者が声を上げて今の賃金じゃ働けない、暮らしていけないんだ、その声を上げない限り賃金を上げることはできません。私たちがそこから突き上げていく、その取り組みを今日集まっている皆さんと共に行っていきたいと思います。そしてごめんなさい、最後に一言だけ。社民党はこの間中国に訪中を、中国に行ってきました。訪中をし中国共産党の方にもお会いしました。私たちがなぜ今中国を訪ねたのか、それは日本の国民と中国の国民は絶対に戦争はしてはならない、私たちは平和の道を歩んでいくんだ、そのことを軍拡が進む両国の中で私たちは絶対に戦争しない、平和の道を歩む、このことを私たちは確認し合うために行ってきました。その思い、私たちは両国の中で共有できたというふうに思っています。ここに集まった皆さんと平和のためにこの1年も取り組んでいきたいと思います。共に頑張ります。大椿優子でした。ありがとうございます。社民党の大椿優子さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、沖縄の風参議院議員の高田辰巳さんです。今日は伊波洋一さんも一緒にいらしています。前に出てくださいよ。皆さん、代表の矢作洋一さん、そうです、はい、並ばないと、はい、並びます。誰の紹介いただきました、沖縄の風の矢作洋一代表、そして私、下から2人で会派を作っております。沖縄の風は暖かい風ですよ。永田町の風は冷たい、国民に対して冷たい、被災者の人々に対しても冷たい。かつてですね、沖縄の県民について、沖縄にある米国総領事の某総領事の方ですねが、こういうことを言ってました。沖縄県民はゆすりとたかりの名人だと。とんでもないですよ。今どこかの国が日本を攻めてきますよと言って、本当に生活苦しくなっている国民から税金だけじゃなくてインボイスまでもう本当に絞り取ろうとしている、その日本政府こそがゆすりと高いの名人じゃないですか。このような状況を見ると、本当に今これだけ軍拡の問題を挙げていますけれども、このような軍事費、やっぱり誰が考えても誰が見ても今被災地に目を向けてそこに力を注ぐと、経済支援を注ぐということが明らかだと思います。そしてそのことだけではなくて、実はこの災害大国日本と言われてます。この地震、津波、台風、いろいろあります。実は今日も憲法9条の改憲の問題がありますけれども、かつてですね、1953年でしたけれども、米国が日本に大幅な軍拡をするように陸海空充実させろということを要求したことがあります。これを断ったその一つの理由が、日本は災害大国ですと。この災害の復旧やその他の費用がどうしても必要だと、簡単にお金を増やすことはできませんと、
こういうことで断っているんですね。そしてそれは憲法9条とセットでした。なぜ日本が軍拡できないのか、あるいは軍事力を高められることができないのか、アメリカの要求通りできないのか、この理由として挙げたのが憲法9条を変えることと、難しいからこの災害のための費用がたくさんかかると。それが当たり前ですよ。国民が苦しんでいるのに軍拡どころじゃないです。しっかりと私たちはこの状態を見て、そして今話のあった裏金キックバックというやつ、何をバックしてるんでしょうね。キックしてバックするなら自民党をキックしてバックさせよう。私たちがそれをしっかり今度ですね、国会の中で追及していくということで、立憲野党しっかり頑張ってまいります。そして沖縄の風も一生懸命サポートしながら一緒に戦ってまいります。そしてあの辺野古の問題、先ほどはあの万博のですね、お金はこれも被災地に回すと、辺野古のお金も被災地に回す、これが沖縄の声です。いかに無駄なお金を軟弱地盤にまで投げ捨ててるんだろうと思います。一緒に辺野古も止める、万博も止める、あらゆる場所での原発の再稼働も止める、私たちの生活が大事、命と暮らしを守ると言ってる党自民党は命と暮らしを削っている、こんな状態なんだということをしっかり確認をしながら、今国会も皆さんの声をですねしっかりと取り上げながら頑張ってまいりたいと思います。はい、ご清聴ありがとうございました。高野哲美さん、どうもありがとうございました。それではちょっと続きまして、立憲民主党参議院議員の石垣のり子さんです。よろしくお願いいたします。立憲民主党参議院議員の石垣のり子でございます。皆様、寒い中お集まり、そして声を上げていただきましてありがとうございます。今日から国会が始まりました。私は参議院でございますけれども、自民党安倍派のですね、所属をしている委員長、また筆頭理事、軒並みもう直前に辞めまして、不在のままこの国会がスタートするというですね、由々しき事態になっております。これ本当になかなか分かりづらいかもしれませんけれども、今後の国会運営に大きな、影響、そして禍根を残すスタートとなっている。もう本当にこんなことありえないと思います。金、政治言われますけれども、政治と金ではなく、本当にこれは自民党と金の問題です。政治資金規正法を違反しているのは、裏金作っているのは自民党さんなんじゃないですか。皆さん、私たち立憲民主党としましても、これ政治と大きくくくられて、それが政治不信を招いていると言われることに関しては、本当にじくじたる思いがございます。今国会、この自民党と金の問題、しっかりと私たちも立憲野党としても追及していきたいと思います。派閥の、ね、解消で皆さんごまかされちゃいけませんよね。むしろこの派閥の解消は隠れ蓑になる、そうした皆さんの目をごまかすための私は手段なのではないかとすら感じます。なぜならば、一体誰がいつどのようにしてどんな目的でこの裏金を作り、どう使ったのか明らかにされておりません。まずはこれをしっかりと皆さんの確実のもとに晒すということ、これがなければ、この裏金の問題、派閥の問題もですね、きっと全くもって解消されることはございません。まずはこの点、来週月曜日からこの金の問題に関しての国会も開かれます。これは予算委員会に先駆けてのこの委員会の開催ということで、異例のスタートとなっているということが、こういう点からも申し上げられると思います。そして、この閉会中の能登半島地震が起きたその最中に、辺野古の大執行が行われるという、まさしく火事場泥棒のようなですね、この国の姿勢、本当に許すことができません。地方自治の精神も踏みにじる暴挙であるということを改めて声高々に申し上げたいと思います。
そしてこの自民党によるこの政治、何が問題かといえば能登半島沖地震のこの対応を見ましても、あまりにも人の命を軽んじているのではないでしょうか。その通りだ。初動の遅さはもちろんです。私は宮城の出身です。東日本大震災、あの時さらに大きな大きなマグニチュード9という、 こう観測史上初めての大きな地震が襲いました。今回も阪神淡路を上回る 7.6 マグニチュード 7.6 の大きな地震が、また直下型の地震が襲いました。能登半島を含めですね、本当に大変なことになっています。動き出したのは少し早かったという話もありますけれども、実際に動いた人、そして今のこの対応の遅さ、阪神淡路大震災からもう30年が経とうというのに、この避難所の状況を見ましてもほとんど改善されていないことがあまりにも多すぎる。これはやはり国のこの政治の大きな大きな、私は責任であると思います。今後どこで起きるかわからない災害に向けて、私たち一人一人いつ被災者になるか分かりません。命を守るためにも私たちは政権交代を確実に成し遂げなければ、私たちの命、一つ一つ、一人一人の命が軽んじられる、そうした社会をまた進めてしまうと、本当に危惧をしております。ぜひ皆さん、この30年続けられてきた悪夢の30年のほぼ自民党政治、これを変えることは本当大変だと思いますが、決して諦めることなく、お一人お一人、私たちはもちろんですけれども、できることをしっかりとやりながら、皆さん政権交代を成し遂げましょう。ぜひお力をお貸しいただきたいと思います。私も参議院の一人として皆様と共に連帯して頑張ってまいります。本日はありがとうございます。日垣のり子さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、市民連合から福山慎吾さんです。よろしくお願いします。皆さん、寒い中お集まり本当にお疲れ様でございます。ただいま紹介をされました市民連合の福山であります。市民連合を代表して簡単に連帯の挨拶を行わせていただきます。今多くの方々が語っておられました。世界と日本で戦争と戦争の危機、市民生活の破壊など許さない事態が私たちの目の前で進行をしております。ウクライナで、パレスチナ、ガザで、ロシア、イスラエル、アメリカなどが引き起こした戦争で市民の多くが犠牲になり続けています。東アジアでの軍事的緊張も高まっています。国内では先ほどもいろいろの方々から話がありました。東京地検の特捜の捜査終了の動きに合わせて、自民党は権力の私物化と裏金疑惑を葬り、幕引きを図ろうとしています。私たちは東京地検の特捜が自民党を許しても、我々は絶対に自民党を許すわけにはいきません。そうでしょう。自民党はパーティー券だけではなく、森友家計、桜を見る会、公文書改ざん、オリンピック汚職、万博 IR など権力を私物化し、そして安倍菅政権、岸田とこうした金権政治を続けてまいりました。この国会で野党を支援をして徹底的に明らかにしていきたいと思います。いつだったら並びきれないけど、また今日は並びきれるでしょ。米国と一体となった軍事費の大幅増大、敵基地攻撃能力の保有大増税、辺野古新基地建設の強行など、安保3文書に基づく戦争作りの国への強行、新自由主義による貧困と格差の拡大、自民党の悪行は数え上げればキリがありません。マスコミの世論調査を見ましたら、自公政権の支持率は 10% から 20% のところではあります。私たちは
こんな自公政権いつまで続けさせるのでしょうか。今年は選挙の年であります。4月28日には補欠選挙があります。そして遅くとも年内には確実に総選挙があります。ご案内のように衆議院の定数は小選挙区が289、比例が176で465議席であります。自公政権に維新など改憲勢力を加えて、改憲勢力は3分の2の議席を確保しています。こうした中で市民連合はこの8年にわたり市民と野党の共闘、野党共闘を支援して選挙戦を戦ってきました。組織もなんとか全県にでき、200を超える市民連合が全国に結成をされています。日本の選挙制度の特徴は、ご案内のように小選挙区、比例、代表並立制です。与党の自民党、公明党が候補者を一本化して戦ってくるのに、野党がバラバラで戦ったんでは勝てません。それゆえ現状の中で野党政権、野党が自公政権から政権交代を勝ち取るためには、野党は小選挙区で候補者調整を行い一本化し、比例区ではそれぞれの政党で戦う以外に彼らに勝てる方法はありません。自公政権の最大の戦術は市民と野党の共闘分断、野党共闘を分断し、野党共闘を形成させないことであります。そうした自公勢力のに対抗するため、10月の23日立憲野党は選挙協力の合意をしました。12月7日には立憲野党と市民連合との間で政策合意ができました。これで立憲野党が総選挙を戦う基本の枠組みができました。次は立憲野党の候補者を増やすこと、競合している選挙区で候補者を調整し、可能な限り一本化することであります。国会が始まります。市民と野党が共闘して自公政権の悪行を明らかにし、岸田政権を解散総選挙に追い込みましょう。そして総選挙を戦いましょう。今度こそ自民党、公明党から市民が政治と希望を取り戻しましょう。野党共闘で頑張れば、皆さん方が一緒になって頑張れば絶対勝てる、こうした確信を持ちたいと思います。共に頑張り合いましょう。また一つだけお願いがあります。今日の夜6時半から有楽町の糸島前で人権政治を終わらせよう大集会の開催予定です。皆さん方で余裕のある方についてはぜひ参加をお願いします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。福山慎吾さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、秘密保護法対策弁護団事務局長の海藤双子さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。秘密保護法対策弁護団事務局長をしております弁護士の海藤双子と申します。この後 1.26 シンポジウム院内集会を13時半からやりますけれども、ここで経済安保版秘密保護法案について取り上げる予定です。今後ね、先ほどのご挨拶の中でも出ていましたけれども、極めて問題のある法案です。セキュリティクリアランスという形で、横文字でちょっと分かりにくいような風に言われていますけれども、結局これって秘密保護法その拡大だということを、重ねて、お話ししたいと思っております。今回、本日国会開会しましたけど、ここでその法案が出てくるというのが言われております。
このセキュリティクリアランスを導入を含む、経済安保版秘密保護法案というのの問題点について、3点申し上げたいと思います。今現在、特定秘密保護法ありますけれども、これについては、4分野の、防衛とか外交とかそういった4分野が特定秘密として、指定されることになっています。それ時点でですね、弁護団ではずっとこれウォッチしていて、もうどんどん秘密が増えている。もう特に防衛省が指定件数が極めて多いという点があります。しかもそれについて本当にこれが秘密指定されるべきだったのかというのがチェックできない。これがすでに特定秘密保護法でも起こっているにもかかわらず、今回の経済安保版秘密保護法案はさらに経済情報まで、広く、秘密に指定するということを、政府は画策しているということです。経済安保っていう言葉自体がですね、極めて抽象的曖昧なものです。いまだにですね、有識者会議の最終取りまとめつい最近公表されましたけれども、それを見ても結局どこまで広げるつもりなのか、それですら遠隔がわからない。もうどこまでも広がりうるような議論をしている。どれだけ秘密にしたら気が済むのかというくらいですね、なってしまっている。これが第一点、何よりもの問題だと思います。先ほどから議員の方々もおっしゃってましたけれども、今政治と金というか、自民党と金というのが非常に問題になっている中で、むしろ政府はいろんなことを説明責任を尽くさなきゃいけない側にあるにもかかわらずですね、こうやって秘密を増やそうという方向での法案を、出そうとしているということ自体、極めて問題だということを強く訴えたいと思います。第2にですね、セキュリティクリアランスと今回呼んでますけれども、要は適正評価です。秘密保護法上の適正評価、もうまさにイコールだと思います。もうそれと同水準のことを調べるというのが最終取りまとめでもはっきり書かれています。つまり今までは、例えば防衛省、外務省と入りますっていう、ある意味確かに国家機密に触れるかもしれなかった人たち、が、適正評価の対象だったわけですけれども、今回この経済安保版秘密保護法案はもともとそういうつもりがないようなですね、民間企業の方々も広くですね、この適正評価の対象になってきる問題になっています。しかも適正評価と同等ということは本人だけじゃないです。家族、同居人も調べる、しかもかなりセンシティブな情報まで調べます。どんな薬を飲んでるんですかとか、精神疾患があるんですかとか、お金の状態とかですね、お酒の節度とかですね、さらには極めて曖昧な情報になっているんですけれども、それによってある意味内心の自由、今までの活動歴とかですね、そういったものも調べるんではないかというような、そういう内容になっている。それが広く民間企業の方々に対しても及ぶという、この適正評価の問題、これが第2の、問題になります。で、最後第3の問題ですけれども、これ秘密保護法よりさらに悪い可能性が高いということです。今回ですね、秘密を、重層化していくんだと、トップシークレットとシークレットコンビネーションみたいな、今までですね、特定秘密というのはトップシークレットとかシークレット級だった。でもそれに満たないものも、今回の、秘密に指定していくんだということが最初取りまとめ書いてあります。でしかもそれに対しても罰則を課すんだと書いてあります。つまりこれ今までだと取扱い注意レベルだったような情報も広く情報に指定してくる。つまり経済情報という分野として広げるだけじゃなくて、秘密のレベルに関しても秘密の範囲を広げる。先ほど一番最初にも申し上げましたけれども、どれだけ秘密を広げるつもりなんだと、そういう問題になっている。でしかもこれについては、きちっとした、これをチェックする手立てもない。
それは秘密保護法とも変わらない問題が続く、そうなったら一体どれだけの重要な情報が市民の目から隠されてしまうのか、そういう極めて問題のある、法案が出されようとしている、2013年の時に秘密保護法強行採決されてしまいましたけれども、絶対にこの経済安保版秘密保護法案通してはならない、秘密保護法対策弁護団としてでもですね、これに対してはもう尽力して、絶対に通さないということで、活動していく所存ですので、ぜひ皆さんはですねこの問題広く広げていただきたい、今日この後1時半のシンポジウムもありますし、週明け29日月曜日には、経済安保法異議ありキャンペーンと秘密保護法対策弁護団の共催でこれまた院内集会が12時より、行う予定です。さらにですね、日本弁護士連合会も動きます。2月13日火曜日11時45分から、院内学習会予定しています。日弁連のはですね、ぜひホームページ見ていただければ、事前申し込みが必要です。すべてズームでもオンライン配信もありますけれども、日弁連のだけはちょっと事前予約が必要です。こういったいろんな角度からですねこの問題強く強く声を上げていきたいと思っておりますので、ぜひ皆様現地でもオンラインでもぜひご参加いただければありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではですね、今日はお越しいただける予定だった田村智子さんがちょっと急遽来れなくなってしまいましたので、日本共産党から山下良樹さん、よろしくお願いいたします。お待たせしておりますが、田村智子日本共産党新委員長がですね、ここに来てご挨拶する予定でしたけども、今各党会派に新任のご挨拶をそして回っておりまして、どうもに人気が高いようで間に合いませんでした。もうこれ以上お待ちいただくわけにはいきませんので、私副委員長山下良樹から、ご挨拶をさせていただきます。今日は岩淵智子参議院議員、上智子参議院議員、伊藤岳参議院議員、倉林明子、井上聡、平良子、山添拓参議院議員が参っております。能登半島での被災者の皆さんにお見舞いを申し上げます。日本共産党も地震発生直後から全国で救援募金に取り組みまして、1億円余り集まりました。順次被災地に届けております。これからは輪島朝市組合、石垣漁連、石川漁連などにですね、届けたいと思っております。同時にですね、災害の問題では政治を動かすことが大事だと思います。29年前の阪神淡路大震災の時にできたのが被災者生活再建支援法です。今度の地震でも全壊世帯に300万円出ますけども、300万円で家は建て直すことできません。大幅に引き上げようではありませんか。この法案は、法律は阪神淡路の後、政府が被災者個人の財産は自己責任が原則だ、冷たく住宅再建への支援を突き放したときに、政府がやらんのやったら市民と国会議員が力を合わせて法律を作ろうやないかと頑張ってできたもんなんです。最初は全壊世帯に100万円ポチだった。しかし後々の大規模災害の被災者の運動も合流して、阪神淡路から13年経ったけども全壊世帯300万円に引き上がったんです。ならば皆さん、今度の能登の被災地と全国が連帯してもう一回大きな運動を起こして、この被災者生活再建支援法の支援金を大幅にみんなの力で引き上げようではありませんか。日本共産党も頑張ります。赤旗と白旗ガーッとのスクープが自民党の政治資金パーティーによる裏金事件を明るみに出しました。しかし皆さん、検察任せではダメだ、はっきりしましたね。派閥の親分みんなノーノーとしてるじゃありませんか。これで済ますわけにはいきません。一体誰が裏金をいくら受け取ったのか、何に使ったのか、国会に全員証人喚問で来てもらおうではありませんか。そしてこういう企業団体献金の温存、政治資金パーティーも含めてですね、これが政治腐敗の根源にありますから、今度こそ反らし、いなしじゃなくて、派閥の解消ではなくて、政治資金パーティー券購入も含む企業団体献金の
全面禁止に踏み出そうではありませんか。日本共産党は本日そのための法案を出します。政党助成金廃止法案も一緒に出します。皆さんと一緒に野党をしっかりスクラム組んで自民党政治を終わらせて新しい希望ある政治を作るために今年も頑張ります。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました、それでは続きましてウィーメンズアクションから土井さんよろしくお願いします。土井さんが皆さんこんにちは、ウィメンズアクションということで紹介されたんですけど、あまりそちらの方の話ではなくて今日お話ししようと思ったのは、やっぱり今年の年明け皆さんどうでしたかということなんですよね。能登半島の地震、本当にこんなことが起こるんだなって言ってとっても衝撃を受けました。しかし私はそのね、あんな大きな地震が起こったのになんで今日開会日なんですか。もっと国民にね、国会を開いてどうしたらいいかどんどん議論をしてほしかった。そんなのにようやく今日だっていうのは本当にひどいというふうに思うんです。私はこれをね、地震があってから本当に早く国会開いていろいろ議論を、今の被災者のね支援金の問題だってそうですけれども、そうしたものが議論されるのを望んでいましたけど、まあようやく今日になりました。私このことっていうのはね、ずーっとこの間自民党政権がねやってきたことだというふうに思うんですよ。要するに国会を軽視する、国会を軽視するってことはどういうことかって言ったら、私たち一人一人の主権者の主権在民国民主権、こういったことをねバカにしている、ないがしろにしている、踏みにじっているというふうに思います。民主主義の政治が本当に危機に来ている、自民党政権によってそんな事態になってるんだというふうに思うので、私たちはこの問題でも本当にしっかりと何でも閣議決定でやるんじゃなくて、私たちが主権者なんだということ、国会を大事にしろ、国民の声をもっと反映しろ、そういうことを言ってくる必要があるというふうに思います。それからもう一つ、私が能登地震、能登半島の地震でねとても恐ろしいなというふうに思ったことがあります。それは志賀原発の問題なんです。情報がちっとも出てこない、くるくる変わる、モニタリングポストだって動いてるかどうかわからない、こんな状態で一体原発どうなんだって思いました。もう一回3.11 の福島の地震が起こりました。福島の原発が壊れましたよね。それ以来原発には頼らないという方針を立てたはずなのに、岸田政権おととしですよね、グリーントトランスフォーメーションとか言って、やっぱりもう一回この原発をね、日本のエネルギー電気の問題に使っていくっていう方針に変えたじゃないですか。これだって十分なね議論なんか全然されていない、国民の願いにもね全然沿っていないことだというふうに私は思うんです。このね危険な状況を原発がねもう一回使える、そんなことは私は絶対にね、この地震大国である、災害大国であるね日本に許していけないというふうに思うんです。で私はねその原発っていうのをね使わなくたって世界中でね再生可能エネルギーでどんどん発展してるわけじゃないですか。どんどん影響されてるじゃない、利用されてる、そういうことがあるのになんだって原発、今また原発をねもう一回使うんですかっていうことなんですね。でこれ再生可能エネルギーと関連してね、福島の原発事故が起こった時、ヨーロッパの人が日本の建物などを見てね、なんでこんなにねこうエネルギーっていうんですか、エネルギーをたくさん使うようなね建物なんだろうってとっても不思議に思ったんですよね。でこれ変えた方がいいよっていうふうに言ってたんです。やっぱりエネルギーってたくさん必要でどんどん作ればいいっていうんじゃなくて、やっぱり省エネのね暮らし、建物、そしてビル、そういったものをどんどん変えていく、これもね経済発展とね経済を活用大きくしていく、そのこととしっかり関わってるわけですから、原発で再生可能エネルギーをね使わなく、
再生可能エネルギーを使えばですね、やっぱりエネルギー問題だけではなくて経済にも良い影響があるわけですよね。ですから私はやっぱりね、絶対にこのねエネルギー問題ってエネルギー安全保障って言われるくらいですね、あの安全や平和の問題ともしっかり関わっている。そしてどっちかというと再生可能エネルギーの場合は地産地消に持っていくこともできるわけです。そういうことはね、結局あのもし災害があった時などもね、それは割合にうまく再生できる、そういうあの可能性がとってもある、あのいいあのエネルギー方の方針なわけじゃないですか。こういったことを皆さん知っているというふうに思うんです。ですから私たちはね、私はやっぱりこの能登半島の地震のことでやっぱり大きくあの原発、脱原発をもう一回大きな声を上げて、主張していく、そういったこともすごく必要だと思うんです。でそれはね、やっぱり国家で議論したい、してほしい、あの私たち主権者なんですから、主権者の声をしっかりと国会で議論し、閣議決定で何度も決めちゃう、そんなやり方は絶対にやめてほしいというふうに思っています。私たちも頑張っていかなきゃいけないと思うんです。でね、あの安倍政権が、安倍首相がなんかあの悪夢の民主党政権なんて言ったじゃないですか。私それね、本当に誰にとってっていうのが抜けてると思うんです。で自民党や安倍さんにとっては悪夢だったかもしれない。だけどやっぱり私たち庶民にとっては希望だったわけですよね。やっぱり立憲野党をもう一回政権につける、そうしたためにですね、まあ今年は選挙があるというふうに言われていますので、やっぱり立憲野党しっかり団結して、私たちはあのそうしたあの政権交代が起こるような状況を、選挙を頑張っていきたいなっていうふうに思っています。そして実は最後なんですけれども、先ほどあの福山さんが今日の、6時半に、糸島前であの街頭選でやりますよって言いましたね。で私たちずっとですね、数年にあたって、この糸島前に月に1回ですね、イメージアクションっていうのをやってきて、女性たちだけであの街頭選でやってるんですね。でこれ今日実はこれが行われる、6時から、6時半まで糸島前でウィメントアクションを行いますので、ぜひ皆さんあのお時間がある方じゃなくて、ぜひあのお時間のない方も駆けつけていただければありがたいというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは先ほどのことも含めて、行動提起を選議委員会の染さん、よろしくお願いします。どうも皆さんお疲れ様でございます。国会の風は冷たいなんてご挨拶の中でもありましたけれども、冷たい風の中、そしてまた平日の日中、公私ともにお忙しい中をですね、こうして多くの仲間の皆さんに結集をいただいたことに、まずもって感謝を申し上げたいというふうに思います。またそれぞれの所属あるいは地域で、平和を生かせ、平和を守ろう、金権腐敗政治弾劾、そして辺野古強制大執行の高裁判決、糾弾、声を上げておられるんだろうというふうに思います。連日のご奮闘に心から心から敬意を表したいというふうに思います。集会最後の行動提起ということになります。国会が始まりました。今申し上げたように多くの多くの課題がございます。しっかり私たちも運動取り組みを広げてまいりましょう。厳しい情勢のもと、連日の行動、昨夜も新宿駅東口アルタ前で総掛かり行動も参加をする、パレスチナに平和を緊急行動を取り組まれました。昨日も厳しい寒さと強風の中でしたけれども、400名の参加者が結集をする中、一日も早くですね、パレスチナの平和、即時停戦を求めて力強く、コールを上げました。参加した皆さん大変お疲れ様でございました。さて、多くの発言者の皆さんが触れられた通り、今国会、繰り返しになりますけれども、実に多くの課題がございます。自民党のパーティー券の裏金問題、この説明責任をしっかりと果たしてもらう、そうした課題もございます。最大派閥によって長く続いた自民党政権のおごり、緩み、こうしたことが
この金権腐敗政治につながった切り離して考えることはできない、そういうふうに思っております。その問題の説明責任を果たさせ、地に落ちた政治への信頼回復、金権腐敗政治を根絶する道筋をつけなければいけない、そんな国会なんだろうというふうに思います。それから岸田首相、党の体質を一新すると宣言したわけですよね。その実行力が問われるというふうに思います。主な会派が解散を表明しておりますけれども、派閥解散あるいは政策集団なんていう看板を掛け替えるだけで、なんか党内の体質がね、一新されたような刷新されたような、金権政治がこれで変わるようなイメージだけを植え付けようとするような、そんな手法に我々は騙されるわけにはいかないわけです。今国会会見の動きにも十分警戒を持っていく必要が置く必要があるんだろうというふうに思います。昨年末自民党発議に向けた作業部会の設置を提案しております。会見5回派、緊急事態条項の創設、あるいは議員任期の延長について、もうすでに議論が出尽くしたんだと、そんなことを主張しながら発議に向けた作業部会の設置に前のめりとなっておりますけれども、緊急事態条項あるいは議員任期の延長など、我々国民は全く望んでいない。生活をどうにかしろ、軍拡のために増税をする、とんでもない、これが本当に私たちの声ですよね。しっかりと今国会こうした動きに注意を図りながら、一つ一つの取り組みを取り組んでまいりたいと思います。具体的な行動提起をさせていただきます。今何人かの方からも触れられましたウィメンズアクション、本日ですけれども18時から午後6時ですね、有楽町糸島前で、開催がされます。多くの皆さんの結集をお願いできればと思います。それからその後ですけれども、これは市民連合の主催ということになりますけれども、金権政治を終わらせるための大集会、ウィメンズアクションが終わった後に取り組まれます。それから今申し上げました市民連合主催の金権政治を終わらせるための大集会、来月ですけれども2月の18日日曜日、2月の18日曜日午後2時14時から、新宿の歩行者天国、新宿の歩行天というと新宿の大ガードから、新宿通りですかね、取り組まれます。それから1月の31日水曜日の18時30分軍拡増税、暮らし破壊の悪性の裏金作りの自民党政治は退場後ということで集会が取り組まれます。1月31日水曜日午後6時30分会場は四ツ谷区民ホールです。四ツ谷区民ホールになります。多くの皆さんの結集をお願いできればというふうに思います。同志社、2つの講演を予定をしております。同志社大学教授の浜典子さん、それから日体大の憲法問題学者の清水正彦さん、日体大教授の清水正彦さんの方から、憲法から見た軍拡という、仮の題ですけれども予定をしております。そして浜典子さん、先ほど言い忘れましたけれども、軍事費 GDP 比 2% 大増税、財源論に惑わされるなと、これも今のところ仮の題ということになりますけれども、浜典子さん、清水正彦さんの講演の中心としながらですね、軍拡増税暮らし破壊の悪性の裏金作りの自民党政治は退場ということで集会を取り組む予定でございますので、多くの皆さんの結集をお願いできればと思います。来月2月24日土曜日13時30分ウクライナに平和を、 2.24 青山集会でも予定をされております。主催さよなら原発1000万人アクション、そして総掛かり行動の実行委員会ということになります。ウクライナに平和を 2.24 青山集会でも、24日土曜日13時30分から都立青山公園南地区の多目的広場で開催をされます。ここにも多くの皆さんの結集をお願いできればというふうに思います。それから 3.1 独立運動の105周年集会、こちらの方も取り組まれます。これは共済総掛かり行動実行委員会、主催については 3.1 朝鮮独立運動の日本ネットワークということになりますけれども、2月の25日日曜日14時午後2時から文京区民センターの方で、取り組まれます。3.1 独立運動の105周年キャンドルアクション、これについては3月の1日金曜日、これは18時から新宿駅の南口、それから次回凱旋署名行動、2月の26日月曜日18時から午後6時から、新宿駅の東南口で開かれます。まだ行動予定されております。
沖縄辺野古大執行への抗議、そして最高裁宛ての署名行動、来月からということになるかと思いますけれども、オール沖縄、それから国会法医実行委員会、そして総掛かり行動実行委員会3団体の呼びかけによりまして、沖縄辺野古大執行への抗議、そして最高裁宛への署名行動が取り組まれます。具体的な発言ありましたら、ぜひ特段の取り組みお願いできればというふうに思います。そして3月7日、今申し上げました沖縄辺野古大執行への抗議と最高裁宛て署名行動、これの強化集会としまして、3月7日18時30分から文教区民センターの 3A 会議室で取り組まれます。これは総掛かり行動実行委員会としても共催という形で結集を図っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もちろん19日行動、来月2月19日、そして3月19日取り組まれます。結集をお願いできればと思います。とりわけ3月19日の19日行動は100回目の行動ということになります。決して喜ばしいことではないですよね。100回も続けざるを得なかったということ、このことにね、じくじたる思いを込めながら、そしてまた怒りで、決死をお願いできればというふうに思います。少し先になりますけども、 5.3 の憲法集会、昨年同様応援で取り組まれますので、ね、少し先になりますけれども、このことについてもですね、アナウンスといいますか、お知らせしておきたいというふうに思います。まあ、ことほどさように多くの行動が取り組まれますけれども、しっかりとこうして多くの仲間が結集をしているんだということに自信と確信を持ちながらですね、手を取り合って、肩を組み合って頑張っていきたいというふうに思います。集会最後までの行動参加お疲れ様でございました。人数いましたっけ？ごめんなさい、参加人数ですけれども、平日こうしてお忙しい中にもかかわらず250人の方参加をいただきました。確認をしていきたいというふうに思います。以上をもちまして集会終わっていきたいと思います。行動定期でした。頑張りましょう。ありがとうございました。実に多くのですね、行動定期をするということですが、で最後に皆さんで頑張ろうで締めたいというふうに思います。でスプリンコールをしようかなと思ったんですけど、寒いので、はい、それではですね、皆さんも結集しまくりの新年が始まりましたけれども、頑張っていきたいと思います。派閥解消なんかでやっぱごまかされない自民党の緊急不安ステージを私たちの声で絶対に潰していきましょう。力を合わせて頑張ろう。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 ありがとうございます。お気をつけてお帰りください。また今日の